韓国、A 代表戦までに衝撃展開。え、一体何が起こったの？ちょっと気になるわ。U19 韓国代表がある国と試合をして負けてしまったんだ。その内容は気になるわ。そしたら早速話に入っていこうと思うぜ。その負けた相手とは中国なんだ。中国と言ったら今回戦う相手じゃない。そうなんだ。U19 の国際親善試合で中国になんと0対2で負けてしまったぜ。中国って若い世代が強いのかしら。1点じゃなく2点取られて負けているから実力はありそうだ。そして韓国が中国に負けたのは実に20年ぶりと言われているんだ。そんなに前のことになるのね。韓国からしたら相当焦っているに違いないわね。ちなみにちょっと前の話になるが、U17 ワールドカップインドネシアが行われていたが、その際に中国は出場することができていなかったが、韓国はグループステージで最下位の状態で突破することができなかったんだ。あの時は確か勝つことが一回もできず全敗だったわね。最近行われた U17 女子アジアカップでは韓国と中国が3位決定戦で戦い、韓国が僅差で勝利している。10代の世代は韓国はあまり強いと言えないのかもしれないわね。そうだな。ちなみに最近では男子の日本と韓国が対戦をしているんだが、そのことは知っているか？ U23 のことじゃないの？日本に勝って喜んでいたけど、その後すぐに負けてしまって絶望していたわね。それもあるが、もっと直近のところであったんだ。6月8日に U20 アジア大学サッカートーナメントが行われて、決勝で韓国と日本が対戦をしたんだ。そして見事日本が1対0で勝利をして、この大会で優勝することができたんだ。若い世代の韓国はちょっとボロボロ状態じゃない？ A 代表は大丈夫かしら？より中国と韓国の A 代表の試合が気になってきたぜ。そして U19 の試合に関して中国が紹介をしていたぜ。中国はめちゃくちゃ喜んでいるんじゃない？まさにその通りだ。ある中国メディアによると、20年ぶりの勝利に歓喜、最近では韓国に勝つことができずにいたが、見事勝利することができた。これはこれまでの中国サッカーを見ても喜ばしいことだ。このまま A 代表の試合でも中国が韓国を倒すことを楽しみにしている。相当中国はこの勝利が嬉しかったのね。まあここ最近は中国はどんな国にもあまり勝利することができずにいたから盛り上がりがすごいだろう。そうね、韓国は A 代表はしっかりとした強さがあるけど、若い世代がちょっとずつ危なくなっているわね。最近ではサッカーをやりたいと思う人が少なくなってきたり、サッカー人口全体が減っているらしいからな。代表になったことでの魅力を感じることがちょっと難しいと思うわ。最近では U23 韓国代表がパリ五輪に出場できなくなった。他の韓国スポーツも団体競技はハンドボール女子のみだ。韓国はエリート選手を集中的に育成する傾向があったり、メダルを絶対に取らないといけないっていうのが前はあったけど、今ではちょっとその傾向も少なくなってきているように感じるわ。もっとスポーツをやることの魅力を韓国全体で知ってもらう必要があると思うわ。そうだな、今ちょうど転換期にいると思われるから、そこをしっかりと見つめ直すことが必要だぜ。そうね、日本サッカーも長期的に見て若い世代から力をつけてきているから、そこを真似ることが大事ね。ここでみんなの反応を見ていきたいと思うぜ。実際、先日の U23 オリンピック予選でも韓国に対0で中国から勝利だったものの、結構内容危なかった。中国は下の世代の方が強い感じがするし、韓国は下の世代の方が弱い気がするということで、こういった結果になったのだろう。そして皆の意見の中で多かったのが、いつも通りのブーメランがあることを言われていたんだ。お決まりみたいなものになっているわね。そうだ、韓国は中国がタイとの試合で引き分けになった際に、絶望の中国サッカーだ、アジア大陸の出場権が 4.5 から 8.5 と大幅に増えたにもかかわらず、中国の最終予選進出すら不透明な状況だ。中国サッカーはアジア三流にも満たない四流だ。韓国に恥をかかされるのは目に見えている。と相当中国サッカーがヤバいことを言っていたわ。これは韓国にも本当に当てはまってしまっているわね。韓国も危機感を持たないと危ないわね。今後もしっかりと見てかないといけないな。そしたらまた続けて韓国の話だ。ソン・フンミン選手が中国戦を前にある選手について話をしていたんだ。一体誰かしら？ソン・フンミン選手は記者会見の中で、最年少のペジュンホは本当に才能がある選手、プレーでも私が特に指摘することはないと最年少選手について称賛をしていたんだ。
ペジュンホ選手はこれまで年齢別代表チームで活躍をしていたけど、今回の A マッチで初めて招集をされていたわね。そうだ、そしてシンガポール戦の後半25分に A マッチデビューをした。そこでも幅広い動きをして、この試合でなんと代表初ゴールも決めているんだ。所属しているストークシティでも昨年の夏から加入し、降格圏にあったこのチームを見事救い出しだんだ。2ゴール5アシストを記録し、球団が決めた今年の選手に選ばれている。国家代表デビュー戦で彼は即座にインパクトを残したとイギリスメディアも紹介をしていたわね。相当すごい選手なのがわかるわ。新たな S 級スターとして注目されそうね。その注目されることについてもソン・フンミン選手は話をしていたんだ。多くの関心を集めた若い選手が良くない状況に向かうのを現実的に数多く見てきた。イガン・イン選手についても以前から私が成長するのを静かに見守ってほしいと話していた。韓国だけでなく欧州など全世界でこうした部分がうまく調整されればいいと思う。選手の成長を周囲がサポートするのが良い。私たちはみんな同じ側にいる。大韓民国のサッカーがうまく発展すればいい。明るい未来を期待している。ソン・フンミン選手は本当に韓国サッカーのことをしっかりと考えているわね。自分がもう韓国の象徴であること、そしてどんどん若い世代で活躍する選手がいるからこその発言だな。ソン・フンミン選手が言っているように、非常に注目することは良いけど、韓国は悪いプレーをしたらその時に猛バッシングしたりするわよね。それが韓国の悪い部分だ。そうやって非難されると選手もプレッシャーになってしまうだろう。特に若い選手はそういうのをすごい感じやすいと思うわ。まあ現状アンダー世代がちょっと韓国は危ないから注目されることは仕方がない。ただ注目の仕方を静かにしておいてほしいっていうのを伝えているってことね。そういうことだ。中国戦でも出場する可能性があるが、この時の活躍も見ていきたいぜ。そしてソン・フンミン選手は韓国代表として今48ゴールを決めているわね。そうだな、あと2ゴールで50ゴールになり、中国で2得点することができれば A マッチ歴代2位に並ぶことができる。ソン・フンミン選手は韓国サッカー全体としても歴代最高の選手と言えるわね。そしてソン・フンミン選手はゴール数以外にも今126試合に代表として出場しているが、中国戦に出れば、歴代 A マッチ出場数が4位になるんだ。ソン・フンミン選手はこのことについて、記録を持つ方々、その記録を超えようとする現役の選手たちはみんな立派だ。自分の名前がそこに上がるのは光栄。代表チームという誰もが夢見るところを努力して掴んだが、それよりも維持することが難しい。国を代表してプレーするというのは体一つの献身でも不足する。こうした得点、出場、記録を維持することだけでも自分には大変な光栄と喜びを表現していたわね。ソン・フンミン選手の発言は、私たちも悪いことを聞いたことがない。選手として一流だと思ってしまうぜ。中国との試合でも何が起こるかはわからないけど、この試合のソン・フンミン選手の活躍も楽しみだわ。そうだな、そしたら次はエムバペ選手の話を見ていきたいと思うぜ。マドリーに加入して来季が非常に楽しみよね。そんなエムバペ選手に対して、以前マドリーで活躍していたアザール選手が話をしていたぜ。非常に注目されて加入したけど、思うような活躍をすることができず、32歳の若さで引退を表明していたわね。そうだ、アザール選手はエムバペ選手に対して、僕ができなかったことをやってほしい、それにレアルマドリードでプレーする夢を楽しんでもらいたいと期待の発言をしているんだ。一部のファンから今アザールと同じような道に行かないか不安になっている意見も聞いたりしているわ。さっきのソン・フンミン選手が言っていたように、非常に注目された結果良くない方向に行ってしまうこともある。そうよね。そしてエムバペ選手といえば、最近フランス代表としても大活躍をしていたわね。6月5日のルクセンブルク代表との親善試合で全てのゴールに絡む活躍をして、フランスが勝利をしたぜ。ファンからもマドリーでの活躍が非常に楽しみって声が上がっているわね。そういった声が多い中、ある選手がエムバペ選手にいろいろとイチャモンをつけているんだ。一体誰かしら？パリ・サンジェルマンで活躍をしていた元フランス代表のジェロームロタン氏だ。フランス代表での活躍を見て、ルクセンブルク戦で見たことは、今シーズンパリ・サンジェルマンで見たことのないものばかりだ。世界最高の選手というカテゴリーに身を置く以上、それにふさわしい態度を取らなければならない。チームメイトのため、国のため、クラブのために戦わなければならない。彼はシーズンを通して私たちを裏切ったと思う。今回のシーズンはイメージやコミュニケーションの面で最初から最後まで破滅的だった。
私は彼を非常に責めている。相当なことを言っているわね。それもしょうがないと思う。エムバペ選手は最後ら辺はパリ・サンジェルマンの中でちょっと物足りないといろんな人から言われていた。レアル・マドリーに行けるっていうのが皆の中であったからより一層注目されていたのかもね。そしてエムバペ選手は最近ではずっとパリ SG で不幸だったとは言えない。それは自分を養ってくれた手に噛みつくことであり、僕を守ってくれた人々に唾を吐きかけることになる。 PSG での出来事と人々が僕を不幸にした。エンリケ監督とアドバイザーのルイス・カンポスに助けられた。彼らの助けがなければピッチに戻ることはなかった。レアル・マドリードは常にその一員になることを夢見てきたクラブ。そこに多大な興奮と謙虚さを持っていくと、いろいろな不幸があったことを話していたぜ。本人もやりにくいところはあったかもしれないわね。そうだな。だが来季からは銀河系最強のチームでプレーする。そこでは一体どんな活躍を見せてくれるか楽しみだぜ。そうね、パリ五輪が近づいているけど、それが終わったらリーグ戦も始まるわ。まだまだ楽しみがあるから、どんどんサッカーについて紹介をしていくぜ。そうね、みんなも日本代表に対する意見などもぜひ教えてほしいわ。そうしたら今回の動画はここまでだ。